使ったゲームって何？お尻にビー玉あるかないかゲームって言うんですけど、どういうことそれ？僕がお尻にビー玉を、まあ、挟むか挟まないかするんで、それが入ってるかどうかを当ててもらうっていうゲームなんですよ。なんでわざわざ東京から来てそんなの見なきゃいけないんだよ。これでも外れたら罰ゲームがあるんで、じゃあ春日がやる感じでいきたいんだけど、私がじゃあやろうか。ありがとうございます。じゃあこっちに来ていただいて。ああ、前出るで、だこっち向き、ちょっといいよっていうまではちょっと後ろ向いててもらっていいですか。いいよ。で、まあ自分が合図を出すんで、合図を出したら、あるかないかで答えてください。まあ僕のお尻の目の前まで顔を持ってもらって大丈夫なので。触ってみるのは？触るのはダメです。じゃあ、今から、そうですね、ありがとうございます。じゃあこのビー玉が入っているかどうかを春日さんに当ててもらいます。はい。もういいですよ、見てもらって。はいよ、はい。じゃあお尻を、お尻の前に顔をお願いします。え、そうしなきゃいけないの？はい、もう近くで見てもらっていいですよ。いや別にこのぐらいの距離で見たら近くで、いや、ひざまずいてください。いや、見方は良くない？いや、ルールがあんだから最初はやんないと、いくらの言う通りじっくり見て入ってるか入ってない。うわ、これわかんないな、だって。じゃあ春日さん、僕が合図を出したらあるかないかで答えてください。あ、いいよ。はい、せーの。僕のお尻に何がある？僕のお尻にビー玉はあるかな、ないかな、どうぞ。ない。正解です。おめでとうございます。何してんだよお前。今のが罰ゲームじゃないの？そうだ、罰みたいなもんだ、今気づいたわ。ちゃんと罰ゲームは罰ゲームであるんで大丈夫です。あ、そうなのね。はい、とりあえず当たったわ。はい、私は当たったんで罰ゲームはなしでございます。はい、罰ゲームやってみますか？罰ゲームやってみますか？なんだよ、罰ゲームだけやるって。いや、いや、じゃあ春日ちょっと、はい、春日さん。なんで私なんだよ。お願いします。なんで私なんだよ。何、どうなの？でも、あの顔のがもう罰ゲームだから。顔のがもう罰ゲーム、あれ以上超えられなくね。まあ、じゃあ挟みます。うん、じゃあないないっていうね。はい、うん、どっから行く？どっから行く？じゃあどっから返す？じゃあ、うん、歌からいきます。いいよ、やってるのやりなよ。せーの。ドゥドゥリドゥリドゥリ。変わってんじゃねえか。すまん、いくら、すまん、これはやっぱ見逃せないって。あれが来る、ボーくのが来ると思ったら前奏入っちゃったからさ。それも叩いちゃうよ。なんで変わったの？なんで変わった？今のなんか最後だからちょっと盛り上げた方がいいかなと思って。それだったら言ってくんねえと、事前に。違うなと思っちゃったからさ。最後は前奏があります。あ、言って、ごめんごめんごめん。うん、いいよ。じゃあいきます。いいよ。せーの。ドゥドゥリドゥリドゥリ。いくらいくらいくらのお尻。お尻は投げてんだよ。歌ってんじゃねえかよ。ズズリズリズリボーくの作ると思ったら、いくら、いくら、待ってあげないと。それも言えよ。あの、見たいかって言ったら見たいぞって言ってください。いや絶対無理だったそれ。合わせられない、それ。いや、よかったですよ、言っておいて。オッケー、よし、聞いててよかった。せーの。ズズリズリズリ。いくらいくらいくらのお尻、いくらのお尻はブラックホール。いくらのお尻が見たいか。見たいぞ。僕のお尻に何がある。僕のお尻にビー玉があるかな、ないかな、どうぞ。ない。は、残念、罰ゲーム。同じじゃないか。